視聴者魅了の衝撃。ナンバーアンダーライン愛の振り付けが予想を超える新境地を切り開く。翔くんの胸の動きすごすぎるんだけど、振り付けの人って、リエハタかなあそれのような気がするなあびっくりマーク。夜の闇が静かに降りてきた頃、テレビ画面が突然生き生きとし始めました。ステージに現れたのは、和服姿で美しいパフォーマンスを披露するナンバーアンダーライン愛のメンバーたち。 彼らは、平野翔が作曲した最新曲、ボンを、まるで魔法のように演じました。この瞬間、視聴者は一瞬にして彼らの世界に引き込まれました。この記事では、その忘れられない夜を振り返り、ナンバーアンダーライン愛と彼らの魅力を掘り下げていきます。ボンは、平野翔の独特な作曲センスが光る楽曲です。平野自身が振付について、 サビはキャッチーで簡単な振り付けになっていますので、そこも注目してください、とコメントしています。彼の言葉通り、サビの部分は一度聴けば耳に残るメロディーと、誰でも踊れそうなシンプルさが特徴です。神宮寺さんも、イントロから楽曲ではあまり聞いたことのない音で始まって、特にサビの部分は耳に残るのが魅力だなと思っています、と述べており、この曲がどれほどユニークであるかを強調しています。 そして岸さんは曲を覚えてください。一緒に多分踊れますと視聴者に呼びかけ、楽曲の楽しさを一層盛り上げました。ボンのパフォーマンスは視聴者に深い印象を残しました。最初に和の音が流れ始めた時、観客は一瞬お経のような静筆な雰囲気を感じました。しかし、その静けさは突然破られ、エネルギッシュでダイナミックなリズムに変わりました。 この変化はまるで魔法のようで、掴みどころがないと感じるほどでした。視聴者の一人は、最初はの音だったから、おたみたいな感じかと思ったらまた全然違った、と驚きを表現しています。また、ダンスもすごい動きしてた、と、その複雑で力強い振り付けに、驚嘆の声が上がりました。平野翔の胸の動きに特に注目した観客も多く、章君の胸の動きすごすぎるんだけど、 と簡単の声が響きました。振り付けは視覚的なインパクトだけでなく観客が一緒に楽しむことができる要素も取り入れられています。平野翔は振り付け師と相談しながらこの楽曲の振り付けを作り上げました。結果として生まれた振り付けはキャッチーで覚えやすくそれでいて非常に魅力的です。視聴者からは曲を覚えてください。一緒に多分踊れますという騎士さんの呼びかけに応じて 一緒に踊りたいという声が多く上がりました。さらに、振付にリエハタが関与しているのではないかという憶測も広がり、その独創性が高く評価されました。ボンのパフォーマンスは、その独創性とエネルギーに満ちた内容で視聴者を魅了しました。視聴者の一人は、聞いたことも見たこともないパフォーマンスだった。初めての感覚に鳥肌が立った、とその衝撃を語っています。 この感覚は多くの視聴者に共有され、彼らの独創性がいかに強く響いたかがわかります。さらに、何回で規格外で魅力的な、今回も想像の遥か斜め上に行きました、と、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが予想を超えるものであったことが強調されています。この評価は、彼らの挑戦的な姿勢とクリエイティビティが高く評価されている証拠です。このパフォーマンスを経て、 ナンバーアンダーライン愛への期待はさらに高まりました。視聴者はミニアルバム発売楽しみですと彼らの次の作品を心待ちにしています。またナンバーアンダーライン愛ア,アルバム発売後もまた出演してくれたら嬉しいとさらなる活躍を期待する声も多く上がっています。ボンの成功はナンバーアンダーライン愛が次に何をするのかという期待を高めその未来に対する関心を一層高めました。 彼らが次にどのような挑戦をし、どのような新しい世界を見せてくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。今夜のパフォーマンスは、ただのエンターテインメント以上のものでした。それは、視聴者に新しい感覚と驚きを与える瞬間でした。ナンバーアンダーライン愛のボンは、彼らの独創性とエネルギーを見事に表現し、その魅力を最大限に引き出しました。 視聴者の心に深く刻まれたこのパフォーマンスは、彼らがなぜグレ e テストオブオールタイムと称されるのかを改めて証明しました。彼らの次なるステージがどのようなものになるのか、私たちは期待と興奮を胸に待ち望んでいます。現代の音楽シーンは多様で、常に変化しています。ナンバーアンダーラインアイ I はその中で独自の位置を築いています。彼らの音楽は伝統と革新を融合させ、 視聴者に新しい視点を提供しています。特に、平野章の作曲センスと振り付けの独創性は、現代の音楽シーンに新たな風を吹き込んでいます。視聴者からの反響は、このことをよく物語っています。ボンが初披露された際の反応は、彼らの音楽がいかに多くの人々に響いたかを示しています。視聴者の一人は、耳に残るフレーズにちょっと頑張れば一緒に踊れそうな部分もあって、 格好良くて、上手くまとまらないけど、とにかく最高、とその魅力を語っています。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、彼らがファンとの強いつながりを持っている点にもあります。彼らの音楽やパフォーマンスは、ファンとの共鳴を生み出し、多くの人々に感動を与えています。今回のボンの初披露も、多くのファンが心待ちにしていた瞬間でした。 ファンは彼らの新曲やパフォーマンスに対する期待感を常に持っており、その期待に応える形で n o ーアンダーライン I は常に進化を続けています。ファンの一人は n o ーアンダーライン I アルバム発売後もまた出演してくれたら嬉しいとさらなる活躍を期待しています。このようなファンとの強いつながりが彼らの音楽活動を支える重要な要素となっています。 ナンバーアンダーライン愛のこれからの展開には多くの期待が寄せられています。彼らの想像力とパフォーマンス力はまだまだ多くの可能性を秘めています。新しいアルバムの発売や次のステージパフォーマンスがどのようなものになるのか私たちは心待ちにしています。今後も彼らの挑戦的な姿勢と独創的なアプローチが続くことを期待しています。 視聴者として、彼らの新しい作品やパフォーマンスを楽しむだけでなく、その背後にあるメッセージやテーマにも注目し続けたいと思います。ナンバーアンダーライン愛のボンは、視聴者にとって特別な体験となりました。その独創的な楽曲とパフォーマンスは、多くの人々の心に深く刻まれました。今後も彼らの音楽とパフォーマンスがどのように進化していくのか、私たちは期待と興奮を胸に待ち望んでいます。 あなたはどう感じましたかボンのパフォーマンスに驚きましたかナンバーアンダーライン I の次の挑戦に何を期待しますかあなたの感想や意見をぜひ教えてください。共に彼らの未来を見守り応援していきましょう。この記事を読んで感じたこと、考えたことをぜひコメントで教えてください。あなたが感じたナンバーアンダーライン I の魅力や次に期待することなど自由にシェアしてください。 彼らの音楽やパフォーマンスについてもっと深く話し合いましょう。そして次のステージで再び彼らの魔法を感じる瞬間を一緒に待ちましょう。最後にあなたはどう感じましたかボンのパフォーマンスに驚きましたかナンバーアンダーライン愛の次の挑戦に何を期待しますかあなたの感想や意見をぜひ教えてください。